いろんなこうチームを私もずっと座って見てたんですけど、本当にいいですよね。なんか3年間って何だったんだろうなって、本当に当たり前にできることは当たり前じゃないなっていうのをとても考えさせられた月日でもありました。どの、チームもですね、今日15チームあったかな、その、まあ、名前出してごめんなさい、明美よさこい連さんの歌詞の中ですね、夢を終わらせるなっていうところ、ちょっと私グッと来てしまって、夢は終わらせないぞっていうチームがこのよさこい堂に集まってるんじゃないかなというふうに思います。私たち永遠のテーマは愛と勇気、一人でも多くの人に温かさ、勇ましさ、優しさを伝えられるよう精一杯演舞します。改めまして、会場にお集まりの皆さん、ただいま。千葉市を拠点に活動しております清水隆乃です。今何回も話したのでのテーマを伝えられるよう精一杯頑張ります。また今年のテーマは再度伊能忠敬にチャレンジしております。でこんな時だからこそ今を、この瞬間を大切に、いくつになっても、このよさこいって本当に小さい子から、もう年は上まで何歳でもチャレンジできるところが私はいいなというふうに思っております。私たちの一歩は本当に小さいですが、それを積み重ねて皆様にその思いが少しでも届けば嬉しいです。精一杯演舞します。ご声どうぞ。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はやっぱり皆さん行ってみよう。もう何十年もやってるから、ヨーカドーさんの、ね、スポンサー来んじゃないかってずっと待ってますよ。ヨーカドーさん、お願いします。年齢や性別、環境に関係なく、ひたむきにまっすぐに愛と勇気の道を歩いていこう。己の道は己で切り開くもの。スタッフ夢のバッジへ出発じゃ。
はい、本当に温かいたくさんのご声援ありがとうございます。これからもまっすぐにひたむきに丁寧に一枚ずつ愛と勇気の地図を作り続けていきたいと思います。温かいたくさんのご声援ありがとうございました。どうもありがとうございました。